晩はペットロスから抜け出し中の男の子の青木かのんです。今絶賛から元気中なんですけども、こういう余裕ができたのは本当視聴者さんのおかげです。ありがとうございます。5月29日に愛犬のチョコが旅立ったんですけども、これから1週間ですね、たくさんの視聴者さんに心配かけるような動画配信してしまって本当に反省しております。その中でも1000件以上のコメントをいただきまして、たくさん励ましのお言葉本当に救われました。中には1割ぐらい、いやペットロスでこんなに落ち込んでるなんてみっともねえなっていうコメントありましたけども、めちゃめちゃムカつきました。その中でもたくさんの優しい視聴者さんに支えられたっていうのが、もう今の私のこのから元気の源になってます。すぐに完全復活はできないと思うんですけども、でもなんとかなんか冷静になれるようになってきました。正直チョコが旅立つ前は、私がペットロスになるなんてもうみじんも思ってなかったんですよ。周りの知人でペットロスになってる人とかいて、その人見てる時に、まあ、口には言いませんけども心の中で、いやペットロスでしょみたいな、そんな落ち込むことなくないっていう感じで、いわゆるコメント欄にいたような人と同じような私は思考をしてたんですけども、ところがどっこい自分がなってみたら、まさかの鼻水ドロドロでーす。もう空元気してないとやってらんないんですよ。だってチョコが私の家に来たのが、当時この青木が中学2年生の時、14歳一番多感な時期だったんですけども、その頃って何が私の身に起こってたかっていうと、思春期なんでその性別にめちゃくちゃ悩んでたんですよね。その時にチョコが来てくれて、すごい私にとってのその心の支えっていう存在だったから、なんだろうな、もう15年一緒に過ごしてきたってなるともう兄弟ですよね。そんな存在が当たり前だったことがいきなりなくなるんで、はあ辛いですよね。まあでも3日前からもう泣かなくはなってきたんですけども、思い出しますよね。ただこれがチョコのおかげっていうのが適切なのか分かんないですけども、今まで家族でこう過ごすっていうことをあんまりしてこなかったんです、私の家庭っていうのは。家族団らんみたいなのが、ただチョコが旅立って1週間、家族と晩ご飯食べることが増えまして、ちょっとしたエピソードがあるんですけど、私目黒区出身なんですね。毎週土日は家族で中目黒のビーフ亭っていう焼肉屋に行ってたんですよ。でそこは私が生後2週間くらいの頃からかな行ってて、ずっと野球やってる時期はもう行ってたんですよね。体を大きくするためにお前いっぱい食えって言って、お前はもうビーフ亭に育てられてるようなもんだなみたいな。ただ18歳の時に私が性転換をしたいみたいなカミングアウトしてからは、もうそこにもうパタッと行かなくなったんですよね。お父さんとしては自分の子供が女になって地元の周りをうろちょろされるのが、なんかまあお父さんのメンツ的に嫌だったみたいで、実はそれが最近まで続いてたんですよ。もちろんそのこういう生き方をしてるっていうのも認めてくれて応援もしてくれてるんですけども、お父さんの私生活の周りではちょっとやめてみたいな、まだそんな感じだったお父さんが、ほんと10年ぶりかな、もうカミングアウトしてから10年ぐらい経ってるから、10年ぶりにチョコを送り出した後にビーフ店に行ったんですよ。なんかそれが私にとって、あ、帰ってきたなっていう感じがして、ちょっと嬉しかったんですけども、改めてその家族っていいなって思いました。そのビーフ店の看板犬がいたんですけども、ポパイっていうワンちゃんが、そのポパイもチョコと同じ犬種なんですよね、ヨークシャテリアで。すごい懐かしかったです。あとはなんかこの状況を私がずっと続けても意味ないなと思ったんですよね。その YouTube って、まあ、私で言うと大体10分ぐらいの動画なんですけども、視聴者さんの24時間の中の息抜きの10分を私に使ってくれてるわけじゃないですか。その10分を悲しい思いをさせたくないなっていうのがすごい私の中で引っかかってて、だったらやめようみたいな、そんな感じです。ただここ1週間本当に精神的に不安定からか、なんかもういろんなものにすがりたいと思って、もうひたすらペットショップ回ってはチョコの生まれ変わりを探したりとか、もうあんまりもう周りから見たら理解されないような行動をしてたような気がするんですよね。
宗教とかそのスピリチュアルみたいなのあんまり私分かんないんですけども、なんかそういうのにすがりたいっていう人の気持ちがなんとなく分かったような気がして、心のよりどころっていうか、最近何したかな、本当一人でいる時間を極力減らそうみたいな感じで誰かと会ってましたね。誰かと会うとすごい気が紛れるっていうか、やっぱりあの動画を見た友達からもちょこちょこ連絡もらったりとかして、で久しぶりに会う友達もいたりして、なんかチョコが今までちょっと疎遠になってた友達とつなげてくれたりとかしたのかなみたいな考えたり、いろいろとポジティブに考えるようにはしつつあります。まさかこんなペットロスがきつかったと思ってなかったんですよね。もう YouTube の動画投稿も全然なんだろう、モチベーションが上がんなかったんですよ。私で言うと今編集マンさんが何人だ ?3 人、うん、?2 人か。2人、3人父は2人だ。いるんですけども、私がストップしたらその人たちの仕事がなくなるわけじゃないですか。だから休むわけにもいかないし、休んだら休んだで、まあ、その人たちに給料は変わらず出さなきゃいけないから、なんか初めてその YouTuber っていう仕事をやってて、なんか危機感を感じました。私が動かなければ崩壊するんだな、みたいな。すごい危機感を感じました。なんか、本当皆さんには救われました。あのコメントがなかったら正直しんどかったかもしれない。今まで、ああいう取り乱す動画とかは極力出さないようにしてたんですけども、最後の私の手段、みたいな感じで、もうどうしようもできなかったから出したっていう感じだったんですよね。編集してる時めちゃくちゃ辛くて、でもまたこういう空気になっちゃうからちょっと、はい。ふざけるっていいですよ。いや、本当私トークテーマ今日全然ないな。もういろいろと話が行ったり来たりとかしてるんですけども、まあ、久しぶりに本当に動画撮るんで、こうやってちゃんとちょっとリハビリって感じで今回はですね、だいぶ緩めに行かさせていただいたんですけども、これから青木は復活して今まで通りまた突っ走っていくよっていうご報告動画でしたっていう感じで、これからの青木かのん応援してくださる方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。ツイッター、インスタグラム、TikTok、LINE 公式アカウントもありますので、そちらの画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。